ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。今回はロッテンディナーを考察します。夕食を食べるゲームなんだよね。そのはずですが。この画面は一体。早速やっていきましょう。やめて。起きなきゃいけないことはわかってる。ベッドにすら入ってないのに。くだらない。数杯のコーヒーと冷たいシャワーが必要ね。前よりはマシだけど、私はこの目覚まし時計が嫌い。目覚ましの音を聞くとパブロフの犬みたいにちょっと涙が出る。ああ、思い出した。この名前が私の人生を台無しにした。今日は火曜日よね。正直言って嫌い。火曜日はひどく疲れてる。私はベッドから起き上がり、赤くなった目をこすった。私を喜ばせたのはゴージャスな部屋の眺めだけだった。そう、私はそれに全身全霊を注いだ。今週は最も普通だった。今までよりも一般的だ。試験はすぐに来ない、殺人事件もない、スキャンダルで別れたカップルもいない。大学で嫌な噂を聞かない。つ、ま、ら、ない。もっとも、私は社交的でも活動的でもない。地元の変なグループに参加しているわけでもないから、唯一の娯楽は他人を観察することぐらいだった。あまりネックレスはつけないけど。灰色の日常生活に変化を起こしてくれるかしら？私は変なものが好き。さて。これ、部屋の中どうなってるの？たくさんのポスターが貼ってあるのでしょうか。部屋の内装にも驚いたけど、主人公の口調にも驚いたね。何やら鬱屈したものがありそうですね。選択肢は変なネックレスをつけるか今日は気分が乗らないだね。とりあえずつけてみますか。素晴らしいわ。私は間違いなくおかしくなってる。これを身につけていると、信じられないことが起こる。失敗のお守りみたいなもの。正直なところ、私は何も信じてない。一体、何に心血を注いでるの？一杯の苦いコーヒーは、荷物を詰めて飲んだ時には冷めていた。くそ、この安っぽいコーヒーは爽快だけど嫌いだ。私の一生がこのコーヒーの味にならなければいいけど。朝の通学はそれほどひどくはなかったけど、夕方になったら警戒しなければならなかった。ポケットにナイフを入れるくらい。この地区は本当にクソだ。そして、最終的に大学に到着した。階級格差が限界を超えた場所。敷居を超えて初めて、19世紀を感じることができた。私は奴隷でも貴族でもない、普通の村人だ。そして、それは私にぴったりだった。私が憐れんでる人間のおかげで、私は自由だ。まあ、弱者に同情は感じるけど、いじめがなくっても私の人生は最悪だ。は？何かあったの？私は人混みをかき分けようとしたけど、トイレの近くに人が詰まっていた。また誰かが殴られてるの？それぐらいよくあることだからみんな通り過ぎるはずだけど。彼らは探し出す。毎回、この大学の生徒は血が大好きだ。とんでもなく治安が悪い場所だね。そして、この場面は人がボコボコにされているのでカットします。助けるか助けないか選択肢が出るけど。やられているのはニックという男性で、初日で足を折られたそうです。そんな事件があってこういう状況になるってことは、警察も大学もまともに機能していないってことだよね。そうでなくともニックという男性が笑っているように見えました。何かおかしいと思って助けないを選んだよ。私の友達は今日ここにいない。ろくでなしは二日酔いという名の病気だ。私の人生もアルコールが中毒に導いているのに、私はアルコールが好きじゃなかった。偶然にも、私は何者にもならなかった。私の家に誰かが来た時に聞かれるのは、灰になっているの？だ。そうだったらいいのにと思うこともある。ふう、やっと出るね。奥のデスクに座った、居心地がいい。正直なところ、授業は大好きだけど試験は嫌いだ。試験をするたびに、机の上に新しい遺書が置かれるようだ。その数は10を超えている。でも、私はまだ生きている。多分ね。バカだったら、もっと楽しいでしょうね。囁き声、鉛筆が紙の上を走る音、誰かの静かな笑い声、すべてが私を眠りに誘った。なんでこんなに疲れてるの？どういうわけか、家より大学の方が寝やすかった。沈黙が怖い。ここはとても平和ね。少し寝ようかしら。目を閉じると、ゆっくりと水が滴る音が聞こえ始めた。スウェットシャツが濡れるのを感じないのに、なんで？私は椅子で身もだえし始めた。何かが起こる、何か不快なことが。どこも痛くない、誰も私に触れてないのに、確かに不快感を感じる。まるで誰かが私を見つめているみたい。袖で顔を覆った。気にしない、気にしない。見つめさせればいい？私は何を気にしてるの？水滴の音はどんどん大きくなっていった。
もっと大きく。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 くそ。私は席から飛び上がった。みんな私を見つめていた。うんざりするほど厄介ね。鼻血が出てるわ。看護師のところに行って。私は自分の顔に触れた。私の指は血で覆われていた。どうして気づかなかったの？出血が止まらない。鼻が痛い。はい、ありがとうございます。私は看護師のオフィスへ続く長い廊下を渡り、足元を見た。実のところ、顔を洗うだけでよかった。でも彼女のオフィスは本当にいい香りがした。いい香りは好きだ。突然、私は誰かにぶつかった。勢いはそんなになかったけど、目の前の人物は本を落とした。ああ、くそ、ごめん。血まみれの手を差し伸べる暇もなく、目の前の人物は教科書を拾い上げて飛び上がった。心配ないさ。人に謝られることは滅多にないからね。はは、許すよ。なんてこと。主人公、もしかして自分を殴ったの？異常に疲れたりしているので、病気の可能性もあるかもしれません。どちらにせよ本人は鼻血が出た原因はわからないみたいだね。選択肢は彼と少し話をするか急いで看護師のところに行くですね。出血してるし急いで行った方がいいけど。彼が気になりますね。どういう人物か知るためにも話してみようか。頬がさらに赤くなった。そのような両親が私を突き動かしている。ああ、ニック。おはよう。僕の名前を知ってるの？ニックは動揺したり怒ったりしなかった。う。今朝はごめんなさい。謝っても、血まみれのシャツを見てしまうと罪悪感が離れることはなかった。今朝？何かあったっけ？三人の男にやられてたじゃない。血もまだ乾いてない。忘れたの？は、はははは。ごめん、不気味に見えることはわかってるんだ。でも、いつものことだよ。本当に不気味だった。でも、声には出さない。反撃しないのは残念ね。あんな奴ら気にする必要はないわ。あの三人を見てると腹が立つ。もう一度謝るわ。君も僕を倒したいの？え、いいえ。それなら、謝ることは何もないよ。今朝の儀式は恋人同士のキスのようなものなんだ。彼らは僕を気に入ってる。なんでみんな僕に執着するんだろう？いつか怒りが愛に変わるかもしれない。わかるよね？言葉が思い浮かばなかった。全鳴、クスクス笑い、すすり泣きが混ざったような、理解できない音が口から出てきた。過剰に反応しちゃったかな。ユーモアのセンスが変でね。人と話すことが滅多にないから、頭に思い浮かんだことを何でも言っちゃうんだ。一般的に言えば、変だった。話が噛み合わない。話が噛み合わなくなるときは、お互いの前提条件がずれているときです。この場合は、暴力への捉え方がずれてるのかな？気になるのが、彼が彼らとみんなを使い分けていたところです。彼らは三人のことだけど、みんなはどこまでの範囲を言ってるんだろう？嫌な想像をすると家族までですが、それだと大学に通わせているのが気にかかります。選択肢は親切な彼が好きか恥ずかしいから去ることにしただね。感覚にズレがある場合は、あまりその人のそばにいない方がいいです。喧嘩になっちゃったりするからね。ここは去りましょう。ここで終わりみたいだね。これは、他の選択肢も選んでみないと彼のことがよくわかりませんね。次回はニックに積極的に接触しようか。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。今回は別のルートを見ていきます。というわけで調べてみたんだけど、まだ実装されてないルートもあるんだ。まずはネックレスをつけないです。もしかしたらニックと合わないルートなのかも。この後にも未実装のルートは出てくるので、その都度紹介します。次はニックを助けるルートだよ。なんとかニックを連れて3人から逃げることには成功しました。このルートでも会話自体はあまり変わらないんだけど、いろいろわかったことがあるよ。まず、ニックは本人曰く無痛症だそうです。だから痛みは大丈夫だけど、屈辱はちょっと痛いらしいよ。そして痛みがわからない代わりに、嗅覚が優れているらしいです。この画面では君の血はバカになる。君を食べたい。舌で味わいたい。って言ってるね。一瞬のことでしたから主人公は気づきませんでした。そのまま話してると。心配しないで、僕を助けてくれてありがとう、でんでん虫。なんで助けてくれたのかわからないけどね。はは、直接面と向かって言われると。待って、私を知ってるの？私はあなたと別の建物で勉強してるから、会ったことはないはずよ。は。
何よその顔。どこか痛むの？なんなの？あ、ごめん。少し興奮しすぎた。これでいいよね？なんてめちゃくちゃな日なの。ニックが生きててよかった。三人の大男に殴られたとはとても思えない。なんで彼は私に感謝して去ったの？彼は私が思っていたよりもシャイだった。でも私は彼を責めない。結局のところ、彼は長い間いじめられていた。講義が終わるまでなんとか生き延びた。病気というほどじゃないけど不安がある。まっすぐ歩けない。この通りはいつも私を怖がらせるけど、今は全てに危険が満ちている気がする。ざわめきが起こるたびに、私は恐怖で飛び跳ねていた。私はそんなに自分の人生に退屈していたの？なんであんなバカなことをしたの？そのせいで今、予想の100倍震えてる。脅迫でもされてるみたい。私は曲がり角に来た。まだ家までの道のりは長い。この曲がり角はいつも私を怖がらせてきた。時々暗闇の中に血だまりがあるからだ。絹ずれの音が聞こえた気がする。アドレナリンが駆け巡って想像力が豊かになってるのかもしれない。でも、私はできる限りここから出たい。静かに振り返ってみようか。でも、急がないと襲われるかもしれない。誰かがそこにいるなら、なんで私をパニックにさせるの？できるだけ早く家に逃げるか別の道を進むだね。ニックが来ているのかを確認するために、別の道を進むを選びました。くそ、慎重に別の道を進まなくちゃ。沈黙を保ちながら、できるだけ足を早めようとした。暗い路地から物騒な声が聞こえ、震えが私を駆け抜けた。その瞬間、私は神を信じそうになった。その方向に行かなかったことを天に感謝した。時間は2倍かかったけど、道路全体が街灯に照らされている。叫び声や罵りは聞こえない。血だまりに足を踏み入れていない。ああ、玄関だわ。あなたが恋しかった。リビングは汚くて臭いけど、リラックスはできる。コーヒーを注ぎ、冷蔵庫からヨーグルトを取り出した。あまり好きな組み合わせじゃないけど、毎日食べてる。くそ、私の部屋に行きたい、ベッドに行きたい。明日は辛い日になる。私はすぐに柔らかいマットレスに倒れ込み、まぶたが重くなった。感情が私の力をすべて絞り出していた。明日のことを考えるなんてめったにしない、難しすぎるから。私の人生にはほとんど誰もいない。この灰色の日常生活に意味はあるの？はぁ、終わりのない悲しい意味のない日々の疲れがあんな馬鹿げたことを促したのね。私は目を閉じて、明日あの三人が来たら何をされるか想像した。逃げなくちゃ。私は自分が何を望んでいるのかすらわからない。おやすみなさい、私の孤独な日々。おやすみ。この場面を見て気づいたと思うけど、これはエンディングだよ。つまり、現段階で実装されているエンディングもあるということです。今のはニックが主人公の部屋の中に侵入してきたってことだね。主人公を尾行していたということですが、ならば野蛮な声の主と会ったらどうなるのかという疑問が出てきました。声の主はニックを殴ってた大男3人だったよ。主人公も攻撃されて倒れたのですが。沈黙は誰かの体にナイフが侵入する嫌な音で破られた。でも、私は痛みを感じなかった。目の前で誰かが倒れた。新鮮な血の匂いが鼻につく。私はナイフで作られた傷がいかに悪臭を放つかよく知ってるけど、今は至るところから感じる。でも、血の匂いだけを感じたんじゃない。感じたのは死だった。ナイフが鋭く肉を切断する音を聞いた後で、近くに生きている人間が一人しかいないことに気づいた。そして三人の死体にも、息が詰まって、気絶したふりに失敗した。殺人鬼は三人の体に執拗に刃を突き刺した。確実に死んでいるのに、楽しんでいるらしい。正直なところ、三人のクソ野郎がお腹を引き裂かれる音を聞いても恐怖は感じなかった。私が音を聞いていると、彼は止まった。静寂の中、隣で聞こえる絹ずれが頭にこだまする。誰かが私の肩を掴み、持ち上げようとしていた。悲鳴を上げる力はなかった。意識を失いそうになったけど、生き残るという希望が私を元気づけた。ここでギブアップを選んでもまだ実装されていません。力を振り絞って逃げるを選ぶよ。
路地裏で殺人鬼に殺されたくない。肩に置かれた氷のように冷たい手が私を握りしめる。目をぐっと閉じると、誰かの顔が上にあるのを感じた。男は大きくため息をついた。逃がしてくれるの？一秒も待たず、全力でその場から逃げた。すべての感覚が遮断され、生き残りたいという欲望に支配された。私は走っ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 た。走り続けた。走り続けた。走り続けた。気絶しそうだったから、すぐに角に飛び込んだ。一息つく必要があった。さもないと、逃げることができなくなる。できるだけ静かに呼吸しようとするけど、音が頭の中で反響し、耳鳴りがかき消される。息を抑えようとするどころか、叫んでいるように感じる。足音が聞こえなくなった。もしかしたら、私を追っていた奴は私に気づかず走り去ったのかもしれない。濡れたレンガの壁をゆっくりと滑り、顔、首、鎖骨を袖で拭いた。傷口からまだ血が流れていた。ふう。今のところ、痛くないわね。でも病院でガラスの破片を引き抜くのは痛そう。しばらくの間、私は隠れ場所に静かに座っていた。静かだ。恐ろしさと同時に安心感もあった。でもあいつが私を追いかけていたという恐怖は、私の心臓を恐ろしい速さで鼓動させた。音を立てずゆっくりと移動し、明かりのない道に出た。ここはとても寒い。とても寒い。とても愚かだ。この後、誰かに主人公は殺されるよ。先ほどのエンディングと組み合わせたら、ニックでしょうね。しかし、なぜ主人公は殺害されたのか？という疑問は残ったままです。さっきのエンディングもあんな場面で終わったってことは、多分殺されてるよね。なぜ殺害されたのか？その答えはニックのことを気に入ると判明します。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか？キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。今回はニックを気に入るルートを見ていきましょう。ちなみに看護師のところに急ぐを選ぶとそのまま終わるよ。あなた可愛いわね。本当？ああ。ありがとう。君のそばにいるのはとても楽しいよ。はは、ありがとう。多分、あなたは本当にいい男よ。私はクスクス笑い、少しめまいを感じた。クソ、まだ鼻血が出てる。クソ、そろそろ行かなくちゃ。失礼なことを言うけど、どうして私が出血してるのを言ってくれないの？あなたのせいで気がく、あ、ごめん。薬のようだと思ってたんだ。今なんて？この匂いさ。確かに今日はお風呂に入ってないけど、何を言っているの？ああ。君の血液型は AB- だ。だよね？だよね？目の前の男は震え出した。汗が吹き出てる？一体何が起こってるの？そろそろ行くわ。じゃあ。その奇妙な変化は私を混乱させた。あれは何なの？彼は血の匂いを嗅ぐために私と話してたの？理解できない。私は急いで看護師のオフィスに行った。後ろで笑い声と囁き声が聞こえた。それは私に恐怖を感じさせた。帰り道にニックがいなくてよかった。あの男が一瞬たりとも頭を離れない。多分、あれは彼のフェチだったのよ。何でもいいけど。でも、どうして彼は私の血液型を知っていたの？考えるほど悪い考えが出てくる。でも、彼は匂いを伝えてどうしたかったの？私はそのことをずっと考えていた。今回は帰り道に恐怖を感じる暇さえなかった。着いたわね。ふう。私は何を心配しているの？この世界には様々な性癖があるけど、彼のはほとんど無害よ。それに私たちは別の建物で勉強してるから、すぐにまた会うことはない。私の部屋、ついにたどり着いた。この場所では、いつの間にか時間が過ぎる。ああ、暖かいブランケット、柔らかな枕、ぬいぐるみの山。両親と離れて暮らしたい、自分の部屋を好きなように飾りたい。そう思っていた私の願いがついに叶った。でもアパートの価格よりも、自分の安全に気を配った方がいいと思い始めていた。先月、この地域で何件の犯罪が発生した？ 15 件くらい。でもそれは私に与えられた自由と比べると取るに足らないことだった。もちろん、壁に貼られた豪華なポスターよりも、友達の一人でもここにいてくれたらいいのに、血まみれのペンダントを指でひねった。
私は何を望んでいるのかしら。誰がドアベルを鳴らしたのか確認するのが私のポリシーだ。本当に、あの音をもう一度聞いたら吐いてしまう。薄っぺらいドアを開けると、冷や汗が吹き出た。もう寝るからと言ってドアを閉めようとした。でも突然、ニックはドアを引き、中に足を踏み入れた。足が震えた。彼のどこにこんな力があったの？こんばんは。見に来たよ。ニックは優しく微笑んだけど、彼の可愛らしい笑顔は私を安心させなかった。あなたはすごく可愛いって言うつもりだったけど。遅いわよね。それに、あなたを招待した覚えがない。彼は囁いた。招待されたよ。え？僕が、君に、招待、された。今朝素敵な会話をしたじゃないか？僕たちは友達かな？僕のことが好き？ああ、君は僕に夢中なんだね。僕はわかってるよ。においでね。ゆっくりと部屋に戻った。電話がある。すぐに電話をかけないと。どこへ逃げるんだい？どこへ逃げようとしてるんだい？すべてがクソだった。私は自分の部屋に向かって走り、後ろのドアを閉めた。私は必死に携帯電話を探した。ごめん、ごめんよ。怒鳴らないよ。ただ、気が狂っただけだ。ドアの向こうで哀れなうめき声が聞こえた。さっきまでの彼の声と違って聞こえたから、彼だと判断できた。こんな薄いドアで止められると思うの？5秒待ってからノックアウトするよ。一緒にいよう。永遠に、吐きそうになった。クソ電話が見つからない。5、私は窓に駆け寄ったけど、柵があったのを思い出した。クソ。4、私の唯一の武器はオフィス用の小さなナイフだった。それをつかみ、震える手で胸に構えた。3、ニックが入ってきたら不意打ちができるように、私は隠れた。2、最後の瞬間、私はネックレスを剥ぎ取り、部屋の隅に投げた。あれはクソだ。1、行くよ、愛してる。ドアが壊れた瞬間に物陰から飛び出し、ニックのお腹があるはずのところにぶつかったけど、私の前に誰もいなかった。彼は私を見ていた。ニックは素早く部屋に入ってきて、私の首をつかみ床から持ち上げた。彼は笑ってたけど、私に声は聞こえなかった。僕を殺すつもりだったの？バカバカしいけど、精鋭の渇望は信じられないほど可愛い。ニックは私をベッドに放り投げ、私の上に乗り動きを封じた。彼はナイフをつかみ、もう一方の手でそれを私の首に当て続けた。君の血は僕を、興奮させる。ニックは主人公を切り裂き、食べ始めました。この時に君の全ては僕のものだって言ってたから、どうにも主人公と一体化したいんだと思う、吐き出してたけど。なぜニックが主人公を殺害するのかこのエンディングでなんとなくわかりました。ニックにとって主人公の意思はどうでもいいんです。欲しいのは主人公の体ってことだね。会話が噛み合わないのもこういうところから来ているのだと思われます。今回でロッテンディナーはアップデート待ちです。次回はリクエストをいただいたホラー系恋愛ゲームを考察します。デジタルの友達と恋愛するみたいだよ。近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。今回はロッテンディナーにアップデートが来たので考察していきます。前回のバージョンとの違いを紹介するね。まずは立ち絵が変わりました。前回の立ち絵と比べると少し明るい感じになったね。ちなみに廊下での選択肢が一つ減っていました。ここ以外にも大男三人に襲われた時の選択肢も減ってたよ。エンディングの種類はシークレットエンディングを含めた7種類だそうです。シークレットエンディングは全部のエンディングを見ないといけないから、最後にやるよ。それでは本編を開始します。まずは看護師のところに急ぐを選んだ場合だね。私は急いで挨拶を言って、その場を去った。ニックは私を呼び止めようとしたけど、私は止まらなかった。ああ、静かね。唯一の音は半開きの窓から聞こえる心地のいい騒音だけだった。看護師は相変わらずいない。勤務時間のすべてを昼休みか喫煙に費やしているようね。でも看護師なんて必要ない。私は必要なものがどこにあるのかよく知ってる。脱脂綿を小さくちぎって鼻に突っ込んだ。出血量が多いからすぐに赤く染まってしまう。少しめまいを感じてソファーに座った。今日は講義に戻るつもりはない。しばらくここで横になろうかしら？看護師が来るまでね。確実に夕方まで、というか今日の夕方には来ないかもしれないけど。
ソファーの表面は冷たかったけど、数分後には体温で暖かかった。静かで、いい香りがして、落ち着く場所だ。私はゆっくりと眠りに落ちた。私の眠りが浅く、ドアがきしむ音が聞こえた。多分、バンドエイドか何かをもらいに来たのね。私はよくここで嘘をつく。起きたら誰かの邪魔になるということは経験でわかってる。オフィス内は完全な沈黙に包まれた。ここにいるのはまた私だけになったらしい。でも、何か違和感がある。目の前に誰かいる気がする。ちょっと目を開けて何も起きていないなら、また寝ればいい。しばらく躊躇して、こんなことをして意味があるのか疑問に思っていると、何かが見えてきた。見えた。まだ目の前が何なの。すぐに目が覚め、冷や汗が吹き出した。恐怖で動くことができなかった。ニック？な、何をしてるの？その男はただ目の前にいるというだけじゃない。私をむさぼり食おうとするような印象を受けた。いたずらなら気にも留めていなかったけど、その表情には血生臭いものがあった。この男は私を解放するつもりがない。ニックがにやりと笑った時、私はソファーから飛び起きてドアに駆け寄ろうとした。しかし無様に阻止され、私は床に倒された。額から血が流れるのを感じる。私は床のタイルに押し付けられていた。ニックは私の口を手で覆った。彼の握力は非常に強く、顔を横に向けることさえできなかった。私は震え、涙が溢れてきた。彼が次に何をしたいのか考えることさえ怖かった。ベルトで手が締め付けられるのを感じた。男は私の腰にそっと座った。どうやら私を潰そうとしているわけではないらしい。目を閉じると、目の前に暗黒が広がった。彼の手は私の髪を優しく通り、顔を通り、首を通った。その行為は私の額を割ったばかりだということを考えると、妙だった。痛いの？ごめん、君に逃げて欲しくなかったんだ、ダーリン。吐き気がし始めた。彼は何を言っているの？男は身を乗り出し、私の頬を舐めた。うんざりするような舐め方を数回されて、彼が遊んでいるわけではないということに気づいた。彼は、私の血を舐めている。ニックの手は私の体に優しく触れ続け、背中、腕、足を撫でた。でもそれ以上のことはしなかった。彼の長い髪が私の顔をくすぐったけど、私は笑わなかった。ニックは最後にもう一度、床に滴る血を舐め、私の頬にそっとキスをした。そして彼は私から離れた。彼がいなくなってくれるように祈ったけど、後ろで金属音が聞こえてきた。ごめん、痛いと思う。でも痛いところにキスしてあげるよ。だからいいよね。我慢してね、愛しい人よ。すぐに何も感じなくなるから。声が出なくなったような気がした。何が起こっているのか理解できない。冗談でしょ？そう、そうよ、彼が私を殺すはずが。近くで足音が聞こえた。次に膝をついて座ったらしい。この後、主人公はメスで殺害されます。ちゃんとキスもしてね。しばらくして、ニックは冷たくなった体をそっと横に置いた。男はズボンのポケットからタバコを取り出した。彼はタバコとライターに血まみれの指紋を残した。ニックはゆっくりとタバコを吸った。ドアの外は静かだ。誰かが誠実な愛の名のもとに殺人を犯したとは思えないほどに。ここのところ寒くなってきたなぁ。君もそう思わない？これにて、ペンダントをつけた場合のエンディングはすべて見ました。残るはペンダントをつけない場合だね。前回のバージョンを含めて、計4種類のエンディングを見ました。まずはシークレットエンディングを除いた2種類だね。ペンダントをつけないと、主人公はニックを確定で見捨てます。抗議にも出ずにカフェテリアに行くことになるよ。本当にニックと出会いませんね。私がカフェテリアに入ると学校のベルが鳴った。でも今日は講義を受ける気分じゃない。たとえ寝ているだけだとしても。足元を見ていると、誰かが急に近づいてきた。顔を上げる暇もなくずっしりとした重みを感じ、一人だけとは思えない恐ろしいきしむような声が聞こえた。私は他人の重みで体が鏡、言葉になっていない明らかに肯定的ではない何かを叫んだ。フレッド、やめて。男はすぐに意地悪な笑い声を上げて私から離れた。彼に会えて嬉しかった。へへ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 、悪い。ここで何をしているの？二日酔いじゃなかったの？え？でたらめを言わないでくれ。俺は完全にシラフだ、わかるだろ？私は彼を、嘘をついている非行少年を見るように見た。分厚いメガネが役に立ってないわ。目が充血してるじゃないの、このバカ。それに昨日は吐きすぎて、私と話している時に携帯電話をトイレに落としたんじゃなかったの？フレッドはうつろな表情になった。以前はこの表情を怖がっていたけど、今では彼が、そういう人物だとわかった。
この男は私の隣人だ。99% の確率で会えないから驚かされる。彼はいつも、私の友人の家、路上、さらには廃品置き場にさえいる。でも家にはいない。だから彼は匂う。時々、彼がお風呂に入っているのか疑問に思う。フレッド、最後にお風呂に入ったのはいつ？彼は何も言わない。それが答えってこと？普通ならこんな質問はしないわ。私は静かに笑った。ここに来たのはいい判断だった。もう何かを食べる気もしないし、フレッドと話して時間を潰すことにした。廊下を散歩する？何もやることがないの。賛成だ。でも、講義に行かなくていいのか？フレッドに視線を向けていると、彼は理解した。彼は微笑み、私はカフェテリアを後にした。しばらくすると、私とフレッドは廊下に出た。ああ、なんて残念なの。目の前を女の子が歩いているから、あなたの美しい顔が見えないわ。ふんね。でも私の頭に手を置くことにした旧友と会話を楽しむことはできる。変なやつね。彼はとても背が高く、私の頭をいつも利用する。細身の体型にもかかわらず、彼は本当に重かった。私はホールを歩き回り、心に浮かんだことを何でも話した。彼に話したいことはいつもある。友達と一緒にいて気分が良くなったと認めざるを得ない。フレッドの話は飛び続け、可愛らしい話から輝かしい話、様々な話からあらゆるガラクタを見つけた事件に飛んだ。私は向上性を好まない、彼はまさに無秩序と変わりやすさの体現者だった。時々、彼の話していることをあまり聞いていなかった。私はただ、彼の世界が好きだった。自分よりもクレイジーな人物を見つけられて、私は幸運だ。長いことあなたと話をしていなかったけど、チャンスがあってよかったわ。ははは、今日はとても敏感だからキスでもしてくれ、チューチュー。フレッドは顔をしかめて唇をすぼめた。おえ。私は笑いながら彼を押しのけた。バカね、私はただの友達よ。それにゴミ箱とイチャイチャしたくないわ。そこまでひどい匂いはしないだろ。思ったよりも遅くなった。時間を計っていたわけじゃないけど、時間が過ぎるのが早く感じた。さて、問題なのはニックにストーカー疑惑があることです。なぜか主人公の名前を知ってたんだよね。ストーカーだとしたら、この後の展開は。主人公もフレッドも危ないね。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。ペンダントをつけない状態でのキロですね。ああ、授業をサボってよかった。またやろうぜ。そうね。ところで何をしていたの？あなたは1年生の時に退学になったじゃない。フレッドはクスクスと笑い、彼の消えていた表情が再び現れた。いつものことね。まあ、忘れて。ストレッチをして、夜の涼しい空気を吸った。さて、そろそろは。ああ、待ってお願い。あれはニック？どうしたの？何か用があるの？男は黙っていた。話し方を忘れたわけじゃないわよね。フレッドはしばらく彼を見つめた後、顔に笑みを浮かべて元気を取り戻した。おお、ニッキー、お前か、いつも通りみすぼらしい顔をしてるな。ニックは彼の方向を見ようとさえしない。違和感を感じるけど、どうやら彼は私に用があるらしい。無視するのは良くないぞ。ニックはまだ無反応だった。彼は考えをまとめているのね。情けない。多分彼はフレッドの前で話すのが嫌なのね。変な行動だけど、なんとなくは理解できる。男は何かを囁いた。私はフレッドを見て、ある要求をした。選択肢は先に帰ってか一緒に家に帰ろうだね。二人っきりが危ないのは他のルートでわかっています。そもそも逃げ切れるのかな？私たちはお互いをよく知っている。視線を合わせただけで何を考えているのか伝わった。なあ、でんでん虫、急ごうぜ。クロエとの約束に間に合わなくなっちまう。ああ、そうね。悪いけど、急いでいるの。話したいことがあるなら明日でいい？ニックは青ざめた。彼は静かに、うん、もちろん。言った気がしたけど、私は聞いていなかった。大事な話なら何でも聞くわ。違う、違うんだ。ニックはキビスを返し、別の方向に歩いていった。多分彼は泣くわね。いやー、あいつ随分と動揺してたな。お前は本当に嫌なやつだよ。え？嫌なやつ？あなたも手伝ってくれたじゃない。それに、両親は傷んでるわ。明日彼に謝らないと、家に帰りましょう。私とフレッドは話しながらゆっくりと家に向かった。ふう、疲れた。また食べるものはないのか？コーヒー、それとヨーグルトなら、いつものやつだな。
忘れてた、何か食べ物を頼めばいい。まだアルバイトを探してるの。食べ物に払うお金がないわ。主よ、私がお支払いします。お前がよだれを垂らしながらコーヒーを飲んでる隣で食べると思うか。俺はいいやつだからな。ありがとう、後でお金は返すわ。1ヶ月ぶりに普通のご飯が食べれる。フレッドは目を丸くしたけど、私の様子を見て返済を断れないと悟ったらしい。失礼ですが、上流社会では冒涜的な言葉やフランス語は使われません。私は笑いながらフレッドの肩を叩いた。うぐ、殺す気か。フランス語を覚えさせてやる。シャッセ、ア、ラ、シュエット、パリブ、フランセ。彼の生体模写は私を笑い泣きさせた。彼のフランス語の叫びを聞かないように、私はお風呂に向かった。私は後ろ手にドアを閉め、お風呂に入るために服を脱ぎ始めた。湯船は快適で、ほとんどベッドのようなものだけど。濡れるのよね。私は蛇口をひねり、膝を胸に当てて浴槽の壁にもたれかかった。冷たい。まだ水が温まってなかった。ひどいわね。今日のことを考えていると、ニックのことを思い出した。あの貧民を。怒ってないといいけど、なんで私は話を聞かなかったんだろう？明日は必ず聞こう。バスルームのカーテンの向こうに影が見えた。私は笑った。フレッドが私を怖がらせようとしているか、ふざけているかのどちらかね。彼は弟のような存在だから恥ずかしがることはない。だから彼と二人っきりになっても怖くなかった。裸で、浴槽の中にいても、フレッド、カーテンを開けたら追い出すわよ。でも、なぜか彼は動かなかった。不快に感じて膝を強く押した。フレッド？何か言って。私が怖がりなのは知っているでしょ？男女の関係にならないで。何度も言ったでしょ。それでも、彼は動かない。カーテンを開けてみようとして。手が震えた。そこにいる人物がフレッドじゃない気がして震えた。見ない方がいい。呼吸が乱れる。すごく怖い。手元に武器になりそうなものは何もなかった。私は影が消えてくれることを祈るしかなかった。静かな花を鳴らす音が聞こえて、私はたじろいだ。恐怖で目を開けると、カーテンの向こうにいた忌々しい影はいなくなっていた。目から涙が溢れてきた。とても惨めな気持ちになった。あれは何だったの？あいつを殴る。あの異常な顔を本気で殴る。恐怖が怒りに変わり、力強くカーテンを開けた。そこには誰もいなかった。私は安堵の息を吐き、急いで服を着始めた。フレッド、このクソ野郎、あんたを殺して。私は凍りついた。恐怖のあまり目の前のものを見つめてしまった。やっと来たね。彼も連れて行きたいって思ったんだ。それにしても彼は重いね。でも君のためなら気にしないよ。何が起こっているのか理解できなかった。どこか遠くからこの男の声が聞こえてくるような感覚だった。あれは、フレッドなの？ニックの手の中には、部屋には血の匂いが漂っていた。この後、フレッドの首が落とされます。出てきた選択肢は叫ぶか黙るだったけど。もう無理だと悟り、叫んでみてリアクションを見てみました。でも同時にニックが飛びかかり、私の喉を掴んで乱暴に壁に押し付けた。そんなこと考えないで。僕は大きな音が嫌いなんだ。だから優しく、静かにして。わかった？保証するよ、もう叫び声を抑える必要がなくなる。酸素が回らなくなってきた。ニックはナイフを舐め、切れた舌にニックとフレッドの血が混じる。フレッドの死体を思い出し、私は思わず全身を駆け抜ける狂気のような恐怖を感じた。ニックの握力が少し弱くなり、私は助けを求めて叫び出した。うるさい。君の、クソみたいな、口を、愛してる。言い過ぎたかな？僕には君との最後の数秒を楽しむ資格すらないの？多分、君が僕をめちゃくちゃにしても、僕は君を殺さない。でも今は違う。君は僕の神経を逆なでするために叫んでる。傷つきたいの？僕と一緒に遊びたいの？遊ぼう、可愛い人よ。とても痛いから殺してくれとこうだろうけどね。明日は今まで食べた中で一番硬いステーキを食べるつもりなんだ。エンディングなな。まさかと思いゲームページで確認してみたところ、エンディングの数は合計10種類でした。隠しエンディングの条件が1から6を見ることだから勘違いしてたんだね。それにしてもニックの思考が読めませんね。今回で半分のエンディングを回収したけど、助かる気配がない。言動が尻滅裂です。僕は君を殺さないって言ってたけど、別のルートで殺してるよね。
エンディングの中には大きな声を出していないものもあります。ニックの誠実な愛がおそらく食べることなのはわかるけど。逆に言えば、そこ以外がまるでわかりません。二人でいてもやられるとはね。ニックが大きな音を嫌う理由は、おそらく怒鳴り声が理由だと思われます。暴力を日常的なものとして認識していても屈辱は味わってたみたいだしね。だから、本人が思っていることと感じていることに差があるのかもしれません。こうなってくるとシークレットエンディングが気になるね。助かるのか助からないのかも気になりますが、それ以上にニックと心を通わせることができるのかが気になります。ニックといい雰囲気になるルート自体はあったもんね。そのルートでは食べられてしまいましたが、可能性自体はありそうなんですよね。主人公は自分の人生を最悪で退屈だと思ってるから、刺激の部分をどう感じるかだね。今回はここまでです。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。前回の選択肢でダマルを選んでみたのですが、そのまま首を絞められて殺されたよ。やはりおとなしくしていてもダメでしたね。それじゃあ、フレットを先に帰らせるルートをやっていこうか。私たちはお互いをよく知っている。視線を合わせただけで何を考えているのか伝わった。フレットはうなずき、腕時計の時間を確認するかのように手元を見た。おっと、こんな時間か。エイミーのパーティーに呼ばれてるんだ。そろそろ行くよ。じゃあな、でんでん虫、ニック。ニックは彼の方向を見ようともしなかったから、その霊障に気づかなかった。彼の笑みは引きつり、さらに大きくなっている。私がフレットに笑顔で感謝の意を表すと、彼は手を振って別れを告げ、足早に暗闇へと歩き去った。ねえ、もう大丈夫？私と話すのは怖くない？ニックはその場で飛び上がった。心配しないで。あなた、さっきから震えてるわ。大丈夫よ。何がしたかったの？ニックはメガネの位置を直し、目をそらした。ごめん、複数人と話すのが苦手なんだ。ええ、そうでしょうね。僕は、ここを歩いていて、とても悩んでたんだ。とりあえず、家まで送ってもいい？私は彼が何をしようとしているのか考えた。私と話したいの？私をもっと知るために？正直、気にしたことさえなかった。ニックは優しそうだから彼と話をしたいとは思っていたけど、きっかけがなかった。君の近所は人通りが少ないからね。何かあったら、私はニックをもう一度よく見た。それほど体格の良くない彼が私を守りきれるのか怪しい。少なくとも、二人とも殴られはするね。私は静かに笑った。確かにそうね。とにかく、毎晩この道は歩いてる。リラックスするためにも、誰かと一緒に帰った方がいいかもしれない。ニックは私の隣を歩き、時々緊張した様子でメガネや髪に触れた。彼は背がフレットよりも高いけど、姿勢が前かがみだからかそれほど目立たない。時々ランタンの光で、強い突風で、私に彼の茶色の瞳が見えた。なんだか赤い印象を受ける。私はニックにあらゆる質問をした。人生の話をした。彼は静かに答え、私の話を聞いて微笑んだ。ねえ、どうして顔に、今のは。あ、いえ、ごめんなさい。思い出したくないわよね。ああ、大丈夫だよ、本当に。心配する必要はないよ。いじめられ続けてきたからね。傷がたくさんできたけど、あまり気にしてないんだ。不快だったのは、目がほとんど見えなくなったことだね。彼らのせいで、僕はアンソコリアを患った。今ではぼやけてこそいるけど、両目の視力が同じくらいになったよ。え？あいつらにそんなことをされてるとは思わなかった。なんてことなの。心配しないで。対処するよ。心配してくれてありがとう。僕は本当に、君のことが好きなんだ。私はひるんだ。ああ、これはかなり、予想外ね。変よね。これが私に言いたかったこと？心臓が高鳴った。ありがとう。ああ、なんてことなの。いきなり告白するなんて。あはは、私に一目惚れしたわけじゃないでしょ。ニックの顔が赤くなった。不快にさせてごめん、僕は確信してるんだ。僕は君を愛してる。確実に。息が止まった。話したことのない人に告白するなんて子供っぽいと思った。でも、魅力的だとも感じた。本当に嬉しいけど。返事はできない。すぐに答えられるかもわからない。心配しないで。お返しの言葉は期待してなかったんだ。ただ、君と話すと気分が良くなる。可愛い返事だった。ニックは嫌悪感を示さなかったし、予期せぬ告白だったのに私は気まずさを感じなかった。奇妙だったけど、異常に温かい感覚だった。
話に夢中になっていたら、いつの間にか家に到着していた。ニックと意気投合したから、話をやめたくなかった。私は彼と話せるのをとても喜んでいた。散歩しながら話をしてくれてありがとう。明日会えるのを楽しみにしてるよ。君がいいのならね。構わないわ、送ってくれてありがとう。それにしても、別の建物で勉強しているのかと思っていたわ。ああ、最近変わったんだ。今日は初めてあそこで講義に参加したんだ。君が見た通り。彼らに引きずり回されるからね。ニックは血まみれのシャツの襟を引っ張ってニヤリと笑った。楽観的で、知識への渇望に溢れているように見えた。ああ、もう少し話していたいけど、冷えてきたね。それじゃあ。家に帰るよ。誰も僕の帰りを待っていないから、心配しないで。ニックは首をさすって微笑んだ。彼は驚くほど無邪気に見える。ねえ、誰も待っていないなら私の家に来てもいいわ。誰も来ないだろうし、用事もないの。フレッドの部屋が空いているから、あなたが泊まっても気にしないと思うわ。あは、恥ずかしいよ。しばらく一緒にいて、その後にタクシーを呼んで家に帰れば君は安心して寝られるよ。彼は、背中に翼でも生えているの？おう、神よ。よく知らない人を何回も止めていたから慣れていたけど、本当にありがとう。あなたはとても思いやりがあるのね。本当に。自分が恥ずかしいわ。私たちってかなり違うわね。おっと、ごめんなさい。そろそろ中に入りましょう。私とニックは家に入った。彼は注意深くあたりを見回し、後ろでにドアを閉めた。悪いけど、何もないの。家に食べ物がなくて。それは大丈夫だよ。特別な食事があるんだ。あなたもお金がないの？それとも自分を保つために言っているの？ははは、そうじゃないよ。説明するとね、好みがあるんだ。必ず味わってもらうよ。それはいいわね。コーヒーはいる？作ってくるわ。気を使わないでいいよ。手を洗わせてもらえないかな？ええ、もちろん、お風呂は。私が話し終わる前に、ニックはいなくなってしまった。私は肩をすくめた。この小さな家のどこにお風呂があるのか推測するのは難しくない。コーヒーはもう冷めた。お風呂で溺れているの？まさかね。私はテーブルに手を置き、その上に横たわり、目を閉じた。人を待たせるのは良くないけど、シャツでも洗っているのかしら？血まみれだったし。あるいは傷の治療中とか。急ぐことはない。コーヒーは温め直せばいい。大丈夫よ。本当に？横になるタイミングで誰か来たの？はいはい、わかったわよ。私は目を開けてすぐに立ち上がり、招かれざる客を迎え入れようとした。何かが私を止めた。ドアの向こうにいる人物はドアを叩き続けている。でも体が動かない。息をすることさえできない。振り向こうとしても、無駄だった。私の心臓は異常な速度で高鳴り始めた。私はこの感覚が何なのか理解した。死の直前だ。何なのこれ。確かに別のルートではドアを開けた結果、ニックに殺されています。でも、今回はニックがもう部屋の中にいるよ。そうなんですよ。あり得るとしたらフレッドですが。いや。いや。いや。喉まで吐き気が来ていた。恐怖はさらに私を蝕んでいく。ドアをノックする音は止まらなかった。その音が死の原因であるかのように。ドアを開けてはいけない。このクソ野郎。ニックは唖然としながら私を見ている。ようやく動けるようになった。え？誰かここにいるの？もう一度ドアをノックする音が聞こえたとき、私はひるんだ。おい、入れてくれでんでん虫。また鍵をなくしたんだ。フレッドだったの？彼からの電話は聞こえなかった。一体何が起こったの？これはもしや、講義中に見ていた夢と同じものでしょうか？ある種の予知夢なのかもね。だとすれば、ドアが開いてしまったら。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか？キメちゃんです。ゆっくりにとりだよ。ドアを開けてはいけない感じですが。私はもう一度ニックを見た。彼は笑っていなかった。もっと言うと、とても。動揺してる？残念だね。思ったよりも早く僕たちの関係のレベルを引き上げなくちゃならない。本当に残念だよ。僕は君と一緒にいたかった。できるだけ長く。どういう意味？ニックが数歩近づくと、鋭い痛みを感じた。頭がバラバラになったと思った。くそ。
気を失う前に、誰かの甲高い叫び声が聞こえた。少しずつ目が覚めてきた。私は後頭部にひどい痛みを感じていた。喉が渇いた。何があったの？うぐ。ああ、目が覚めたの？その声が私の心に響いた。頭を上げると、目の前の赤いもやの向こうに人影が見えた。ニック、あなたなの？何があったの？私はほとんど舌を動かさずに、ゆっくりと囁いた。うん、僕だよ。ただ、悪い状況だ。でも、それは大丈夫だよ。目を開けて、君のために用意したんだ。確かにニックだ。気分は少し良くなったけど、体はまだ重く、頭も痛い。大丈夫？すごく痛い？大丈夫よ。何が起こったの？何も思い出せない。異常にドアをノックしていた音ぐらいしか覚えてないわ。そういえば叫び声が。ねえ、フレッドが帰ってきたの？うん、彼は入ってきた。君は気を失ったから僕がドアを開けたんだ。でも、そのことについては話さないようにしよう。君は食事をしなくちゃ。用意したんだ。待っててね、今出すから。この方がいいね。メガネとポニーテールは取るに足らないことだ。でも、髪の毛が料理に入ったら嫌だからね。素敵な夕食が台無しになるのは嫌でしょ？私は何が起こったのか理解するために瞬きをした。え？何を言っているの？フレッドはどこ？私が気絶したのになんで救急車を呼ばなかったの？質問が多いね。まずは食べよう。とても素晴らしいステーキを作ったんだ。僕は料理が上手だから、味わって食べてね。私は鼻を鳴らして、乱暴に椅子から立ち上がろうとした。それと同時に、体が重い理由に気づいた。何？どうして私が縛られてるの？ニックの表情に冗談を求めたけど、彼はイライラしているようにしか見えない。お願いだよ。静かにして。わかった？大きな音は不快だ。私の気分がいいように見える？ニックは目を覆い、怒らないように深呼吸をした。頼むから、静かに、して、そして僕と一緒に食べて。わかった？その後で必ず説明するよ。私は緊張して息を吐き出したけど、何も言い返さなかった。よかった。ありがとう、僕の対応。さあ、口を開けて。ニックが差し出したものからいい香りが漂い、素直に口を開けようとしたけど。何の肉なの？ニックは固まったけど、私の顔からフォークを離さなかった。彼は明らかに質問に答える気がない。アレルギーは大丈夫だから心配しないで。本当に美味しいよ。さあ、食べてみよう。これはデートになるのかな？君はとても綺麗だけど、顔が少し青白いね。食べる必要がある。このクソ肉は何なの？私は体を動かしロープから抜け出そうとしたけど、ロープはとてもきつく縛られていた。僕のことを理解できないの？それとも僕をバカにしているだけ？それじゃあ、君に聞こう。何この選択肢？食べるか食べないかですが、選択肢の後ろに正しい答え、間違った答えとありますね。それにしても、今回は主人公を食べないね。フレッドの肉を調達できたからでしょうか？というかデートしたいとか考えてたのか。ああ、君はとても優しいね。美味しかったら嬉しいな。私は口を開けて、正体不明の肉を食べた。その後、ニックはすぐに新しい肉を突き出した。僕の話を聞いてる君は可愛いね。こんな時だからこそ、距離が近づいた気がするよ。僕たちはどれくらい近づくのかな。涙が溢れてきた。愛しい人よ、美味しいかい？美味しいわ。エンディング名がおなじみの味。やはりニックは普段から人肉を食べている可能性が高いですね。まあ、どのルートでも手慣れてたもんね。ちなみに先ほどの選択肢で食べないを選んでも食べるまでループしました。これで全ルート見たわけですが、大男3人に襲われるルートに選択肢が追加されていました。選択肢が減ってたから怪しいとは思ったよね。意味がなかった。この場にいても、逃げたとしても、いずれにせよ私は殺される。私が涙をこらえていると、ついに殺人鬼は私を持ち上げた。刃物で刺されると思った、けど、殺人鬼が、私を抱きしめてる？確かに人のぬくもりを感じ、他人の心臓の鼓動が聞こえる。そのすべてが私を狂わせた。そして、ついに気絶した。おなじみの嫌な音が聞こえてきた。目を開けたくない。目を開けると自分の部屋だった。
くだらない夢だったの？鎖骨に触れると、小さくて深い切り傷があった。すでに薄皮に覆われている。手が震えた。起きなくちゃ。起きなくちゃ。私はベッドから起き上がろうとしたけど、足に嫌な脱力感を感じ、すぐに膝から崩れ落ちた。呼吸が止まった。目の前にあるものすべてが浮いているように見える。恐怖が蔓延していた。私はあの日に嗅いだこと、聞いたことをすべて覚えていた。恐怖の思い出に私は涙を流した。全鳴と叫び声を止められなかった。なんでまだ生きているの？どうなっているの？あれは誰なの？なんであいつはこんなことをしたの？熱があるかのように震えながらも、私は考えを整理しようとした。私は昔、パニック発作時の呼吸法を学んだことを思い出した。私は目を閉じて、すすり泣きや喘ぎ声をしないように気を紛らわせようとした。あまりにも多くのことを経験しすぎた。数分後、ようやく冷静に考えられるようになったけど、体に力が入らなかった。いつまでも自分を騙し続けるわけにはいかない。警察に行って調べてもらわないと。私は肩を撫で、爪痕を感じていた。私は立ち上がり、手錠やロープで固定されていないか調べた。どう見ても私は縛られていないし、誘拐されたようにも見えない。でもあの後、私に何かが起こった。あいつは私の住所を知っている。気づけば部屋から全速力で飛び出していた。目の前にあるものすべてが輪郭を失っているように見える。もしあいつが私をここに連れてきたとしたら、まだ家にいる可能性が高い。氷のような恐怖に頭が真っ白になった。もう少しで通りに飛び出しそうになった時、誰かが私を遮った。私は恐怖のあまり叫び声を上げ、目の前の男を全力で殴った。でも私は肩を掴まれ、その場で止められた。うぐ、クソニック、あなたに構ってる暇はないの。どいて。私は声量をコントロールしようともせず、彼に叫んだ。ああ、全然無視、ごめんよ。何かあったの？すごく怖い顔をしているよ。ニックの声で意識が戻り、心拍数も徐々に戻ってきた。私はもう一度呼吸を整えた。ああ。ごめんなさい。ただ。なんてことなの、めちゃくちゃだわ。ニックは私に向かって優しく腕を伸ばした。おそらく私を抱きしめようとしたんだろうけど、私はすぐに腕を引き離した。今は話してる余裕がないの、警察に行かないといけない。電話の方がいいんじゃない？この辺りは物騒だし、もう遅いよ。何かに巻き込まれるかもしれない。確かにそうだ。そうね。しばらく付き合って、一人になりたくないの。少なくとも、警察が来るまでは。もちろん、いいよ。私とニックは家に入った。彼は辺りを見回して、後ろ手にドアを閉めた。正直に言うと、食べ物がないの。コーヒーはいる？君が警察を呼んでる間に、僕が作るよ。僕はここにいる、約束するよ。永遠に、ありがとう。電話を探さなくちゃ。私は寝室に戻り、携帯電話を探し始めた。3回部屋をひっくり返したとき、私の忍耐力は限界を迎えた。つまりあの狂人は私を殺さなかったけど、代わりに私の携帯電話を奪ったの？いい趣味をしてるわね。なんだか。安っぽいわ。神よ。私はなんでこんなことをしているの？なんでニックに電話を頼まなかったの？彼なら間違いなく持ってる。ニックはすでにコーヒーを飲んでいて、その隣にもう一つのカップが置かれていた。私は冷たいコーヒーを手に取り、数回に分けて一気に飲み干した。私の携帯電話が見つからなかったの。あなたのを使ってもいい？あ、そういえば、ありがとう。どういたしまして。何が起こったのか教えて、そうしたら僕が警察に伝えるよ。忙しい一日を終えて帰ると、あいつらが待ち伏せをしていたの。あいつらは私に追いついて、私は地面に叩きつけられて。わからないけど、多分ナイフで脅したかったんだと思う。あいつらが私のお腹をナイフで切った傷があるの。でもその後、誰かが来て、待って、どういうことなの？なんで私はこのおかしな状況に気づかなかったの？私はニックに目を向けた。ニックは私が話を続けるのを待っている。続けるか目を開ける。確かに、おかしいよね。あの場面から家に連れて帰るのはまだしも、なぜニックが外にいるのか。妙な脱力感といい、これは。選択肢からして、夢ですかね。このゲームは夢がよく絡んでくるよね。今までのは予知夢でしたが、今回のはおそらく違います。多分、記憶の混濁だよね。もしこれが夢なら、現実は、
今回はここまでだよ。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりニトリだよ。これが夢なのだとしたら、目を開けてみましょうか。何が起こっているの？なんでこんな選択肢しかないの？なんで私はこんな馬鹿げた選択をするの？私は何を言っているの？自分で警察に通報できるのに、なんで時間を無駄にしているの？そもそも、なんであなたを家に入れたの？なんで私は壊れたロボットみたいになっているの？ああ、それね。今さら気づいたの？私の言葉が意味をなしていないようだった。彼が何を言っているのかわからないけど、自分が何を言っているのかもわからない。私はゆっくりと自分を蝕む狂気に震えた。違う、待って。震えているのは私じゃない。一体誰なの？かわいい、かわいすぎるよ、怖いんだね。パラノイドアンドロイドは、どうして私は自分で決断できないの？誰かが私をコントロールしているの？ねえ、静かにしてよ、ダーリン。僕が望まない限り、誰も君には答えない。僕がすることを見ていて。何よこれ。ああ、ここは雰囲気が良くないね。ビーチはどうかな？そうなるよね。彼は僕をからかうチャンスを逃さないんだ。最愛の人の前で僕を恥ずかしめるなんて。ああ、もういいよ。冗談を言う気分じゃなくなったし、最初に戻ろう。これは一体。いよいよ持って夢説が濃厚になってきたね。暴言か従順になるですが。まあ、戻れなくても困るし従順になろうか。誰かが私以外の全員を殺した。何かがおかしい。それはひどいね。かわいそうに。その変人は君をとても怖がらせたんだね。怖がらせた？私はそんなこと言ってない。少しめまいを感じた。誰かが私の目の前で二人を殺したの。うん、聞こえてたよ。君を殴り、君を傷つけ、君を怖がらせた奴らを誰かが殺したんだね。後悔してるの？あいつらが何をしたかったかは関係ない。ああ、くそ、私の頭はどうしちゃったの？私はこめかみを押し、ズキズキと波打つ痛みを抑えた。僕たちの人生観が違うのはとても残念だよ。でも、僕は今でも君を。美しいと思うよ。信じられないくらい。死に値する奴らさえも気にかけているところなんて感動的ですらある。何を言っているの？くそ、吐きそう。私はお腹を押さえた。うまく呼吸ができない。すべてが回転してる。この後の展開は生々しいのでカットします。どうにも主人公がさっき飲んだコーヒーに何か入れられてたみたいだね。あの幻覚作用からすると、麻薬の類かもしれません。そのまま主人公は気を失ってしまうよ。夢を見ていたようね。とても暗い夢を。いや、悪夢を。私の魂が砕かれるような叫び声を誰も聞いてはいなかった。私ができたのは、絶望、孤独、無力感の中ですすり泣くことだけだった。私は静かに重いため息をつき、涙を流した。麻痺した体はまだ言うことを聞かない、まぶたを開けることすら難しかった。ダーリン、ほら、ちょっと見てよ。見終わったら少し休んでいいよ。震えるような声が聞こえた。心臓は高鳴り、胃は恐怖の波でよじれた。涙をこらえながら、ゆっくりと目を開けた。私の目の前にはニックが座っていて、赤い包装紙に包まれ、黒いリボンが巻かれた大きな箱を取り出した。私はひるみ、激しく咳込み始めた。肉の腐った匂いが鼻と目に突き刺さる。思っていることを伝える力はなく、胃液ぐらいしか出てこない。あれ？この匂いはダメだったかな。ごめん、そんなつもりはなかったんだ。冷凍庫に入れるのを忘れていただけで。とにかく、君のために頑張ったんだ。最高の作品だよ。何も考えられない。言葉を発することができず、泣くことしかできなかった。今は話すのが難しいみたいだね、ハニー。今助けるよ。そういえば、アップデートで大男が3人から2人になってたみたいだよ。以前の人数と合わなかったので驚きました。選択肢はありがとうか、あなたはとても無情ねだね。こんな状況では選択肢はないに等しいですね。へへ、君は僕を悩ませるね。僕は最低限のことをしただけだよ。あの変人たちに触るのは本当に嫌だったけどね。とても急いでいたから身だしなみを整える暇すらなかったよ。ごめんね。もう恥ずかしい思いはさせないよ。僕も君と同じくらい美しくならなくちゃ。でも、そんなことは不可能だよね。僕は決して愛する君のようにはなれない。
あ、プレゼントを見てよ。予想はついているでしょうが、大男二人の肉と内臓詰めなのでカットです。主人公はまた気を失うよ。体に触ってごめんね。君を傷つけてしまった。もし思考が命であり、力であり、呼吸であり、思考の欠如が死であるなら、僕は生きていても死んでいても幸せなハエさ。時々意識を取り戻すことがあっても、それは一瞬だ。ほとんど聞き取ることができない音と、穏やかな詠唱しか聞こえない。どれだけの時間が経ったのかわからないけど、体の痺れからして、長い間同じ姿勢だったことはわかる。口の中にひどい酸味があり、呼吸することさえ難しかった。騒音が聞こえるだけで、ニックが部屋にいる気配はない。私は目を開けてあたりを見回した。ダメだった。目の前にはぼんやりとした点しかない。腕を動かそうとしたけど、無駄だった。縛られているの？少しでも話せるかどうかを確認するために、私はそっと囁いた。ハニー？ああ、起きたんだね。実を言うと、夕食までに起きてくれないんじゃないかと心配していたんだけど、時間通りだね。いつも通り。とても完璧だよ。冷や汗が吹き出し、恐怖で息が詰まる。私は叫ぼうとしたけど、口からは全鳴が漏れただけだった。ああ、うん、迷惑をかけてごめんね。でも縛るしかなかったんだ。椅子から転げ落ちて怪我をしてほしくなかった。ニックは私の頬を優しく撫でた。私は彼を噛もうとしたけどうまくいかなかった。彼の手は想像を絶するほど冷たかった。ああ、そんなにいたずらしないで。痛くしないよ。僕に噛みつきたいの？僕を愛しているんだね。ニックは熱い息を吐き、手首を私の口に当てた。私は力を振り絞って彼の手に唾を吐いた。彼は何も言わず、うめき声を上げて私の顔をそっと掴んだ。彼の指が怒りで震えている。なんともないよ、わかった。もう大丈夫だよ。まるで自分に言い聞かせているみたいだった。さあ、目を開けて。僕が君のために用意したものを見てよ。私は数回瞬きをした。少しずつ力が戻ってきていた。まず最初に感じたのは、予想外の素晴らしい香りだ。口の中が唾液でいっぱいになる。ニックはジャガイモと香りのいいハーブを添えた美しい肉を持っていた。この男は料理が得意らしい。なんなの？コーヒーに薬を入れて、私を縛って、博士もしなかったのに、今は私に食事を作っているの？いい人だと思われたいのなら、私を解放してくれない？そもそも、なんでこんなことをしたの？私は彼を罵倒したかったけど、今は抑えた。今はいい人だよ、君はお肉に目を輝かせてる。君の願いを叶えたら、僕はもっと素敵になれる。実際、食べるのを我慢するのが大変だったんだ。でも、僕はやり遂げた。この忍耐力は普通じゃないよ。これはただの肉じゃない。僕たちの愛の結晶。子供のようなものさ。この肉と違って、赤ちゃんは食べないけどね。それとも僕たちは食べる？ニックは意地悪そうに笑った。私への怒りを抑えようとしているらしい。ねえ、何を考えているの？僕は君を解放してもいいと思ってる。さあ、立ち上がって、好きなことをして。逃げてもいいし、そのままでもいい。私はニックの言うことを信じずうなり声を上げたけど、ニックはロープをゆっくりとほどいた。私はもう、この狂人に論理を見出すのをやめた。ようやく、深呼吸ができるようになった。でも今は、私の体が弱りすぎてる。もう少し休むことにした。ああ、僕と一緒にいることにしたの？神よ。僕は燃えている。ああ。とても恥ずかしい。ダーリン、僕は君の愛し方をわかっているんだ。突然私は震えた。痛みが全身を駆け抜ける。私は痛みの原因が理解できず、必死になって自分の体を見回した。足の感覚がないことにようやく気づいた。もうお分かりですね。ニックが持っているのは主人公の足です。ニックは君がどんな形になっても愛してるって言ってたけど、さっきのプレゼントの時に無情ねって言ったら主人公を殺害するよ。普通に激怒していたので、ニックは暴力行為で愛しているというより、暴力行為が自分を愛するための行為になっている可能性があります。ここで2つのエンディングを回収したから、あとは隠しエンディングだけだね。実はフレッドが主人公の部屋で殺害されるルートは叫ぶと黙るでエンディング名が違ったりします。今回はここまでだね。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう、バイバイ。
ご機嫌いかがですか、キメちゃんです。ゆっくりにとりだよ。最初の選択肢に新しい人生を始めるという選択肢が追加されています。これを選択すると。それとも、すべて忘れてしまおうかしら？行き詰まっている気がする。まるで新しいエンディングへの出口が見つからない。この旅の終わりには何も得られない、痛みと恐怖と涙があるだけだ。そんなものは望んでいない。新しい道、違う未来が欲しい。ただ、最初からやり直したい。おはよう、窓の外はいい天気だわ。朝食の素晴らしい匂いがする。さて、主人公の名前を再度入力することになったけど。明らかに主人公の様子が変ですね。どういう理屈かはこの時点では説明されないけど、このルートでは別の人生を歩んでいたらが見れるよ。いやー、でんでん虫、私はこの名前が大好き。毎朝自分に言い聞かせる必要があった。そうすればきっといい状況になれるから。私はすぐに服を着て、必要な教科書やノートをすべて集めた。わずかに開いたカーテンを通して、太陽の光が私の顔をきれいに照らした。開花にはもう誰もいなかった。両親が残しておいてくれたまだ温かい朝食があるだけだ。私は喜んで全てを素早く食べ、心の中で両親に感謝をした。外は暖かく、軽い春風が吹き抜け、胸いっぱいに新鮮な空気を吸い込んだ。私は街を歩くのが大好きだけど、大学にすぐ着いちゃうのよね。学校が終わったら、友達と散歩しよう。カフェに行くのがいいかしら、それともレストランとか、新しい場所に行きたいと思っていたのよね。ゆっくり歩いてきたのに、私はすぐに大学に着いた。すでに入り口で何人かの友達が手を振ってくれた。私はこの場所が好きだ。多くの友達が私の心を動かしてくれた。私は知らない人と話して友達を作るのが好きだった。私はいい気分で毎日を始め、大学に通い、友達と話し、何か新しいことを学びたいという願望を持っていた。素晴らしかった。私の人生は順調で、それに感謝していた。騒がしい生徒たちから離れ、誰もいない場所に行った。一人だけで。私は彼を探すために辺りを見回した。誰だ？私は恥ずかしそうに微笑み、目を覆った冷たい指に触れた。それと同時に彼は手を離し、音を立てて飛びのいた。ニック、当たったかしら？いつも通りにね。彼は口を手で覆い、クスクスと笑った。ああ。彼はとても魅力的ね。ついにここにたどり着いたね。会えて嬉しいよ。何を言っているの？まるで何年も会っていないみたいね。はは。ニックは恥ずかしそうに後頭部をさすった。彼は私に対する気持ちをはっきりと表現するのね。僕がどれほど君を愛しているのか知っていると思う。でもそれだけじゃ足りないから毎秒君のそばにいたいんだ。私はクスクスと笑い、鳥肌が立った。ニックが私を愛していることは知っているけど、付き合っているわけじゃない。なんでかしら？私自身、その答えがわからない。実際、何度か私の方から関係を作ろうとしたけど、そうするとニックが距離を置いてしまう。最初は本当にイライラしたけど、何回も会話をして、数年経つと慣れた。でも、すべてのカップルがしていることをしたかった。距離を置く、褒める、愛の告白、恥ずかしがりながらの接触を超える行為は何もなかったと覚えている。それに憤慨して私は唇を噛んだ。私は彼なしでは生きていけないのに、こんな関係だと彼と暮らせない。日を追うごとにそれを明確に感じている。今日は少し違う。何かが変わった。何かが私の人生に入り込み、私を支配しているような気がする。今やらないと二度とチャンスがない気がする。選択肢は告白するか気にしないだね。見ればわかる通り、以前のニックとは違いますね。見た目もそうだけど、主人公と距離を置こうとするのが最大の違いだね。試しにこちらから告白してみると。多分、あなたから告白をしていたら私たちはもっと前に付き合っていたと思う。ニックが青ざめた。彼は答えられないようだ。その話はやめよう。本当に愛してる。触れたい。近くにいたい。もっと幸せにしてあげたい。君を引き裂い。私は彼が傷ついたような表情をしていると感じた。彼は打ちのめされているように見える。ごめんなさい、伝えたかったの。この話は忘れましょう。ニックは微笑みながら私の手を取った。彼の指は冷たく、震えていた。今日はかなり早いのね、いつもなら私があなたを待つのに。その逆だわ。はは、今日のレースは僕の勝ちだね。ニックは優しく微笑んで、私をなだめるように頭を撫でた。彼は負けず嫌いだ。ああ、君はいつも僕にぬくもりを与えてくれる。僕は君に触れるのがとても好きだ。
私は熱い方に触れて恥ずかしさを隠そうとした。バレバレだけど、不思議なことじゃないわ。温かい血が流れて生きてるんだもの、あなたは、ああ、もういいわ。ニックの体がナタみたいにかっこいいのを思い出した。少し妙な話だけど、彼はいつも体調不良で保健室に行っている。命に別状はないらしい。命に別状があれば、医者がずっと前に治療しているはず。ニックはなぜかにやりと笑った。これからも温かく見守ってくれれば嬉しい。本当にそう思う。僕が触れるのは君だけだ。まただ。私は可愛いと言われ慣れていない。その言葉は私の心を傷つける。ねえ、今日は講義を受けるにはいい天気すぎると思わない？勉強する代わりに話すのはどうかな？もしよかったら今夜、映画に連れて行くよ。選択肢はあなたと一緒に過ごしたいか勉強が第一なんだけど。ここで勉強が第一を選んでもニックが怒ってニックと一緒に過ごすことになります。選択肢は出るんだけど、あなたが私を殺すはずがないみたいなやつなんだよね。徐々に化けの皮が剥がれてきているということです。僕はとても興奮しているよ。多分。キスもしてあげられる。でも、そこまでしかできないんだ。私は真っ赤になった。キス？彼は狂ったような満面の笑みを浮かべ、顔をあからめることなく、5秒以上私の手を握り続けた。私はすでに目をそらして髪をいじり始めている。なんでいきなりそんな素晴らしい贈り物をしようと思ったの？あんなに距離を縮めたがらなかったのに。何かあったの？ニックは唇を噛みながら笑った。嬉しくないの？もちろん嬉しいわ、でもそれと同時に。傷ついてる。僕たちの、え？なんでもないよ。独り言さ、今日は本当に特別な日だ、君も感じてるよね？はは、そうね、実を言うと私も気づいてた。今朝の私は珍しかった。なんだか、自分じゃないみたいだった。ニックは私の頬を撫でるとすぐに離れ、唇を噛んだ。ああ、ニック、噛みすぎよ、血が出てる。彼は微笑んで、口から滴る血を舐めた。え？はは、わかっているさ、愛しい人よ。そろそろ行こうか？私は学生たちの中を歩いた。授業をサボった時は不安だったけど、ニックの隣にいると全ての不安が消えた。彼はいつも私を守る、何があってもそばにいると言ってくれた。それは本当だった。誰かが私をこんなに愛してくれるなんて、想像できなかった。ニックは自分が話すよりも、私の話を聞くのが好きだった。私たちが建物から出て、大学の周りをぐるぐる回り始めた時も私は話すのをやめなかった。少なくとも数時間は経った。いくつかのカフェに行き、ニックがコーヒーとお菓子を買ってくれた。彼はいつも、一杯の水しか飲まない。私は彼がそばにいてくれて本当に幸せだと感じるけど、彼には私だけが気づいていることがあった。彼の目だ。私がどんなに彼を幸せにしようとしても、彼の目は決して笑わない。彼の目は光、中で火花が散っているようだった。でもそうじゃない時は、目が死んでいた。以前はそれが怖かった。彼を幸せにできないことは本当に悲しかったけど、今では彼が特別なんだということがわかる。彼はそういうところがいっぱいあった。ところどころ、彼は普通の人とは違う珍しい特徴を持っている。瞳孔の大きさがバラバラで、痛みをほとんど感じず、体温は冷たく、信じられないほどに背が高く、そして最後に、残念だけど私が見たことのない兄弟がいるらしい。私は彼の家族を知らない。私がその話題を持ち出すたびに、彼の目はますますうつろになった。大変だった。なんで写真すら見せてくれないのかと思うたびに、心が痛くなった。彼は私を近づけさせない。彼は私を愛しているし、私も彼を愛しているのに。動画が長くなってしまったので今回はここまでです。この空間は何なのか？なんでニックは主人公から距離を置くのか？なんで今ニックが興奮しているのか？その答えは次回わかるよ。続きも近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。ご機嫌いかがですか？キメちゃんです。ゆっくりに鳥だよ。選択肢は最後の希望にかけるか気にしないです。ここで最後の希望にかけるを選ぶとニックの家族の話が聞けるよ。ニック、今日がとても特別な日なのなら、あなたの両親を紹介して。少なくとも、家族の写真ぐらいは見せてくれる？彼は大きく息を吐き、笑顔は一瞬で消えた。それについてはよく話しているよね。怒っているわけじゃないけど、この話題は本当に傷つくんだ。私は横を向いた。わかっているけど、本当に気になるの。彼らは私を、受け入れてくれないと思う？彼らは自分の息子さえ受け入れなかった。
ニックはその言葉を吐き捨てた。ごめん、怖かったかい、ダーリン。本当に会ってほしくないんだ。僕たちはもう家族じゃないし、これからも家族にはならない。家族のことを話すとき、僕はまだ感情が不安定になるんだ。ごめん。本当のことを言うと、ニックが声を荒げても怖くなかった。彼が過去にどれほど深い傷を負ったのかを見て、残念に思った。傷跡がたくさんあった。彼はそれを必死に隠している。本当に大丈夫よ、話題をそらしてごめんなさい。もっと自分の言葉に注意すべきね。どうやら私はかなり動揺していたらしく、ニックは少し身をかがめて私の頭のてっぺんにキスをした。私たちは顔をあからめ、彼は手首を固く握った。君は僕の最愛の人だ、それは知っているよね？私は幸せそうに微笑んだ。もちろん知っている。彼はほぼ毎日私にそう言っていることを思い出した。幸せになるたびに、その言葉を初めて聞いたかのような気分になる。ニックは私の頭を優しく撫でた。なんて。優しい人なの。明るい話題を話そう？そうね、私が不登校で大学を退学になりそうになっている話とか。僕が君を守るよ。私は笑ってニックの胸を軽く押した。大学になんて言うつもりなの？その魔法の言葉が聞きたいわ。言葉はいらないよ、彼らに微笑めばいい。彼らは僕の魅力に抗えないよ。へへ、もしあなたの魅力に負けなかったら？そうなったら極端な手段を講じなくちゃね。どうするの、私のヒーロー？全員殺すよ、そして、素敵なディナーを食べよう。僕が料理上手なのは知っているでしょ、素晴らしい夜になるよ。私の笑顔は歪んだ。ニックはこういう冗談をよく言うけど、私はこの冗談が面白くなかった。ニックは自分の冗談が私にあまり良い印象を与えていないことに気づき、何か間違ったことをしたり言ってしまった時と同じように、すぐに話し始めた。彼が興奮を隠す方法を知らないのを私は面白がった。あるいは、彼に隠すつもりがないのかもしれない。彼が自分の感情や気持ちを私にさらけ出してくれていると思うと、私は嬉しくなった。あ、映画に遅れてる。映画が見られなくなっちゃった。前売り券を買っていなくてごめん。私はクスクス笑いながらニックの頬をこすった。私は太陽が沈んでいることにずっと前から気づいていたけど、混雑した場所で会話を邪魔されたくなかった。大丈夫よ、また今度行きましょう。今夜、私の家に泊まるのはどうかしら。キスがしたいの。ニックは真っ赤になり、瞳孔が開いた。彼は顔を覆った。あ、キス。神よ、なんで僕はそんな約束をしたんだろう？今日ならできるかもしれないけど。私はまた笑った。彼はとても大きくて少し威圧的だけど、馬鹿正直に頬をあからめているのを見ると笑い泣きしてしまう。それでも私たちは家に向かった。彼は抵抗せず、時々独り言をつぶやいていた。私は少しめまいを感じた。いつもならニックは遅い時間まで家にいない。私は彼とどう過ごすのかという期待に震えていた。私は部屋に入り、凍りついたニックを見た。月明かりに照らされた彼の顔に、悲しい笑顔が浮かんでいた。彼は手首を握りしめ、何かを抑えているようだった。痛みを感じているように見える。私は彼の目を見て、彼が泣いていることに気づいた。彼はそんなにこの状況に動揺しているの？それとも最後の会話を気にしているの？ニック、大丈夫？ごめんなさい、気分を悪くさせちゃった？ニックは大きく息を吐き、一歩後ずさった。いや、大丈夫だよ。だけど、あっという間に着いちゃった。もうすぐ全て終わるのが残念なんだ。待っている。え？終わる？あなたは何を言っているの？ここからはそういうシーンなのでカットするのですが、やはりニックは主人公を食べてしまいます。でも主人公はニックを受け入れるんだよね。主人公はニックが距離を取っていたのは、自分を愛するということは殺すということだからと考察していましたが、この後の展開を考えると多分違うんだよね。ニック、愛してるわ。私を残さないで。私の体、魂、血、愛をあなたにあげる。楽しんで、最後の呼吸まで思い出して。もちろんだよ、愛する人よ。君は永遠に僕のものだ。僕たちは一つになる。ニックが髪に触れた後、意識が暗闇に沈んだ。永遠に。どうやらこれで終わりらしい。僕は動揺している。本当に動揺しているんだ。でも、永遠に続きはしない。僕たちの愛を長引かせたり、もう少し君とここに留まることはできない。キャラクターじゃなく、君に話しかけるのは少し恥ずかしいけど、全部君が選んだことだよね。
そして君が僕の話を聞いているということは、君の気持ちも僕と同じくらい強いということだ。はは、僕は何を言っているんだろう。君にとってはほんの少しの楽しみだけど、僕は決して忘れない。君がここにいる時だけ、僕は自分の存在を確信できる。君は僕の世界の全てで、僕の人生そのものだ。愛しているよ、僕と一緒に過ごしてくれてありがとう。残念だけど、僕は普通のロマンチストじゃなかった。それでもこの世界は僕のものだ、だから。君がここに留まったのなら、僕の狂った愛の表現に満足しているんだよね。もしかしたらまた会えるかもしれない。わからないけどね、全てに感謝しているよ。知っての通り、僕はたくさんの悪いことをしてきた。だから僕はここにいる。誰も傷つけることなく、二人で血を楽しむことができるこの場所に。ああ、永遠に話せるよ。君は僕にとって唯一無二の存在だ。でんでん虫、幸せになってね。ニックはこの世界がゲームの世界だと認識していました。主人公も予知夢としてある程度認識できていたけど、おそらくニックは記憶を保持したままだったんだよね。そうしてニックはゲームの世界で生活しつつある機械を狙っていました。プレイヤーが主人公を操作する機械だね。なぜ主人公と付き合おうとしなかったのか？ニックが好きなのはプレイヤーであって主人公ではないからです。主人公と一緒にいても目が死んでたり、別のルートで主人公に怒って殺害したのはこのためだと思うよ。選択しているのはプレイヤーですが、別に主人公を殺害してもプレイヤーは無事ですからね。主人公はいわば通信機のような扱いだったのかもね。不憫すぎますね。今回でロッテンディナーは最終回だよ。次回もリクエストをいただいたホラー系恋愛ゲームを考察します。ボーリングデートをするらしいよ。近日中に投稿するので楽しみにしていてください。高評価とチャンネル登録もよろしくね。また会いましょう。バイバイ。